こんにちは、シムです。今回は脇田先生との対局をお送りいたします。非常に苦しい戦いになりました。ご覧ください。はい、ごきげんよう。将棋ウォーズ実況いきましょう。指導対局ですね。行ってみましょうか。はい、取れてるね、よろしくお願いします。角交換になりますかね。おお、角交換ですね。なんていうか、あれですね、確定申告とか一通り終わったんで、ほっとできる時間がようやくできました。皆さんはいかがなんでしょうかって言いたいところなんだけど、花粉症がね、ひどいね。もうね、急にあったかくなりましたから、もう、人生まだしんどいところだと思うんですけど、まあ、楽な時はいつ来るんでしょうね。角代わり腰掛け銀かなと思ってます。棒銀はあんまりね、なんか個人的に好きじゃないんですよね。めっちゃなんか相手の方が慎重に指してるんで、先生が相手の方とか言ってみるか分かんなそうですね、非常に慎重に指されてるので、右玉かの棒銀で来られますかね。なるほど、早くリーンなのかな。ちょっと一回考えないとダメですね。行ってあげてみますか。どうしますか。角打つ筋も消しました。あんまりじゃないんですが、桂馬跳ねてきてないところ見ると、早繰り銀の仕掛けはあんま考えてないのかなと思ったりしてるんですけどね。右玉かな。角5筋に上げちゃうと、もうなんか腰掛け銀の形できちゃうと、どちらかというと右玉の意味がなくなってしまうので、これ多分上がると桂馬跳ねてくるんですよね。で、いや、やってみましょう。で、お宅どうすんのと聞きました。桂馬跳ねてくると思います。頭に歩伸ばされると痛いので、この場合これをどう避けるんですかね。お風呂からなんですね。で、まあ、ちょっとたまに湯船の音がしてしまいます。すいません。
まあ何かのエフェクトだと思っていただければありがたいです。取ってきますよね、銀で取りますよね。なんか激しい変化がありますかね。どんな感じかね。難しく考える必要ないのかな。桂馬跳ねていきたいんですけどね、膠着しちゃってますよね、局面が。思い切っていってみましょう。なるほど。難しいですね。やばいな、時間が。とりあえず歩を一歩得ましょうか。で、相手の手を待つ。下げると下げるとあんま良くないっすね。ただ打ち合ってもしょうがないですからね。我慢しましょう。
相手がいなくなったところをついてみましょう。料金が七五枚になってるので、ここが空いてるんですよね。金とこれとですね、この金のな両取りができてしまうので、いかにそれを防ぐかという話なんですが、いつの間にか僕の方が時間なくなってますからね。一回催促してみますか。歩が痛いのが痛いですね、これ。一回ここを刺しましょう。2,3 歩あればね、飛車の頭から叩いていけるかなと思うんですが、そうですね、おお、先生、さすが。さすがですね、先生。これまたな、厳しい手が来たな。しまう筋がありますね。怖いな。踏みとどまりますかね。お、黒の線が抜けてます。2分30秒。ああ、てか、ああ、失敗しちゃいましたね。投了ですね。ダメだろうな。途中でやってしまいましたね。
30秒。投了です。ありがとうございました。途中の手がひどかったですね。銀打った手がちょっとひどかったので何とも言えないんですけどですね、途中までこらえてるんですよね。困ったらまた呼ぶがいい。これで余談ぐらいつくんですね。以上です。一旦切らせていただきます。はい、それでは脇田先生との対局を振り返っていきましょう。で、序盤6段、中盤3段、終盤5段ぐらいと結構いいですね。で、4段ぐらいになりますよという話でした。で、まあ、頑張って指したんじゃないのかなと思います。はい。注目の一手ですね。焦点となったところを見ていきましょう。ですね、3つ戻してですね。成り歩がなったところを取って、で、銀を上げてきたところですね。で、この手に対してですね、歩で釣り上げようと思ったんですね。釣り上げて、7、3の地点をなんか攻めていく手段がないか考えようというのが、こちらの考えでした。で、まあ以下、そうですね、取ってきて、こっちで一回釣り上げて、歩ついてからという流れだったんですが、先にここでカウンター食らうことになるんですよね。で、こうではなくてですね、まあ、これはこれで一局の将棋だったわけなんですけど、この地点、銀で取ってきたとこでですね、正解はですね、7六銀と上がるのが正解ですよと言っています。で、こっからまあ、桂頭を攻めてきて、まあ、銀でカバーして、でも一回下がって、で、下がってですね、王様の方に寄せていくんですね。で、一番九段、飛車がですね、一番下守ってますので、8筋からまあ攻めて、すぐには攻めてきづらいんですね。ですので、まあ、これはこれで、いいのかなと思います。で、まあそうですね、攻めやっぱり こちらからに変えるんですよね。で、まあ、右玉の、まあ、のらりくらりとかわしていくっていうのがミソなんだと思います。で、まあ、そうですね、結局、4、8の位置に玉がいるっていうのが、まあ、この形でですね、安定だということを、まあ、脇田先生も何回も指摘されてました。どうしてもですね、ここの銀を動かしてしまうとですね、4七の銀を動かしてしまうと、角筋がそこに効いてくると、飛車に当たってまあ弱点になりやすいのと、王様は非常に積みやすくなってしまうということで、まあ、4七の地点に銀をちゃんと置いておいた方がいいんじゃないかという指摘は受けました。そうですね、だから、本譜進んだ時にそうですね、これ結局、そうですね、この辺りからそうですね、これね、すごい困りました。最初に実は。もうひねり出した手だったんですけど、7四銀って。ね。もうしょうがないかなと思って最後、刺してたんですけどね。ここで取られちゃうもんね、ますもんね、結局ね。で、一回まあこれで銀で止まってますので、あれなんですけども、思い切って捨ててしまえと思って捨てましたし。そうですね、この辺は思いっきりすごくよく言ったんですけども、完全に負けてる形ですから、やはりそうですね、4八の玉で4七の地点に銀をちゃんと置いておくっていうことが大切なんだということを非常に悟った一局でした。以上です。というわけで脇田先生との対局をお送りしました。中盤から非常に苦しい展開で、必死に均衡を保つための手を作っていくっていうことが精一杯だな将棋でした。そうですね、我慢していくことが結局高い段位の評価につながってますので、まあコンピューターとしては本当に評価うまくできてるのかなと思ったりもしています。以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録ボタンとグッドボタンをお願いいたします。
それでは次の対局でお会いしましょう。